マイデジ TV をご覧の皆様、新年明けましておめでとうございます。吉本美優です。晴れ着、私結構一種類のお花の柄がついてる晴れ着が多かったんですけども、今年一種類と言わずもう何十種類の花の柄がついてる着物を着させていただいて、でちょっとこの着物は、大人っぽさもあり可愛らしさもありっていうあのお着物を今年は着させていただいて、本当に気に入ってます。でも花好きですね。なんか女性らしさっていうものがを引き出してくれるので花柄好きですね。2014年もすごく充実した1年でした。1年を振り返ってすごく早く感じたんですよ。でも早く感じるっていうのはやっぱり楽しかった、充実したってことなので、深い1年でしたね。初主演映画、そして初ドラマ、そして初大河ドラマで出演させていただいて、本当にいろんなことを経験させてもらって、でその現場でもいろんなキャストさんとお話しする中でやっぱり皆さん本当に気さくに話しかけてくださるので、役者さんの先輩として本当に見習ってました。今まで憧れの女優さんと言われて、やっぱり自分的にオリジナリティを出していきたいという部分が強かったのでっていう話をいつも質問されたら言ってたんですけど、大河ドラマをきっかけに憧れの女優さんは中谷美紀さんになりました。その女性らしさというか、役者さんとしてもそうですけど人間的なもの、人間性っていうのも本当に素敵な方なので、ああいう役者さん、ああいう女優さん、ああいう人になりたいなっていうふうに思いました。私が途中で結構現場に入ったので慣れてないのかなって本当に気を使ってくださって、姫入りますとか言って現場に入れてくださったので、私もすごくスタッフさん、キャストさんとたくさん話すことができました。皆さん仲良かったです。山寺さんと仲良かった映画でも映画で山寺さんとご一緒させていただきまして、いや面白かったですね。面白いお父さんでしたね。ドラマでも陣内さんも本当にずっと面白いことを言ってくださって、ちょっといろんなお父さんができたなっていう気分ですね。楽しかったです。3ヶ月間本当にやっぱり大変なことというか、動物が結構優先されて、やっぱり私もそれによってブレてないお芝居しなきゃなっていうのはすごく感じてたので、そこはすごく成長できました。あと陣内さんだったり野際さんのお芝居見て本当に学ぶことたくさんあって、やっぱりお芝居は堂々とやらないとなっていうのを改めて学びました。鍛えるっていう字です。鍛えたっていうんですかね、やっぱりこの1年で4つの作品に携わらせてもらったんですけど、その中で本当に大変なことだったり、自分が挑戦して達成できなくてすごい悔しい思いとかもして、いろんな経験をさせていただいた中で、やっぱりそのスケジュール、体力的な部分でも一番精神的な部分ですけど、本当に強くなった、鍛えることができたなと思ったので、今年の漢字一文字は鍛えるっていう字です。そうだな、毎年その次の年に向かっては絶対変わらないことなんですけど、挑むっていうことはもうこれからもずっと変わりたくないですね。新しいことにチャレンジして、達成したら挑戦できるっていう考え方で、もう年々もう最終目標っていうのには少しずつですけど近づいていってると思うので、ちょっと頑張りたいですね。ネイルネイルは一番ハマりましたね。2013年の12月から
何がきっかけだったかな、なんか爪を伸ばそうって思って、手が綺麗な女性になりたいっていう風に思ったんですよ。でそこから爪を伸ばしてると、やっぱテレビとか見るとふっと映る手がすごい綺麗な方とかいらっしゃるので、ネイルとかで、なので私もネイル始めてみようと思ってやると、もうドハマりしちゃいましたね。お正月ネイルしたいです。でも毎年そうなんですけど、ちょっとのんびりしたいなっていうのと、まあ、毎年親戚たちと100人一首をしてるので、今年も100人一首をして、まあ、順位を決めるんですけど、いつも姉に負けちゃうので、今年は1位目指して頑張ります。コナン、名探偵コナンとかをすごく読みます。あと恋愛漫画とかも友達から借りて読んだりしますね。今でも漫画より、漫画ももちろん好きなんですけど、小説にハマっていて、あの役者さんが書いた小説っていうのにすごくハマってます。堺雅人さんが書いてる小説があるんですけど、まだ読み途中なんですけど、すごく深くて気に入ってますね。2015年はそうですね、お芝居のことを考える時間を有効に使いたいなと思います。昔までもう本当に好きなことでも全然集中力がなくて集中できなかったんですけども、最近やっと集中力がどん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 年々アップしていってるので、もっともっと考える時間を有効に使ったりだとか、あとはやっぱりお芝居なんですけど、自分と向き合う、自分のお芝居と向き合うことをしたいなと思います。結構前まではどんどんプラス思考で次に次にって感じだったんですけど、焦らず本当に昔というか、ちょっと前にやった夢はるかだったりドラマ、大河ドラマにでもそうですけど、自分がどれだけ成長しているのかっていうのをちょっと実感する年にしたいなと思っています。それを見てまたさらにステップアップしていきたいなと思ってます。だろうな、なんかレッスンの中でやってるんですけど、アナウンスっていうかナレーションっていうのをやってみたいなと思ってます。声でそうですね、やっぱり声だけって難しいと思うんですけど、でもその前に、そのステップアップする前にやっぱりお芝居はずっとやっていきたいです。決まってることをアルバムだったりとか、あと2月14日にバレンタインデーにイベントがあったりするので、大人数ですけど私も気を追いすぎずに、気負わずに、ちょっと私のペースでみんなを引っ張っていきたいなと思ってます。来年も全員が意識を高めて努力しながら、グループとしても個々としても、個々で見ても本当にすごいなって思われるようなグループになっていきたいと思います。2014年、本当に充実した1年を過ごさせていただきました。本当に周りにいるスタッフさんだったりファンの方のおかげで、こうやって楽しく毎日笑えて笑顔で過ごせているのだなと毎年実感させてもらってます。また来年もちょっとでも成長した姿をお見せしたいですし、また私もいつもその幸せだったり笑顔だったりをもらってるので、今度は私がパワーを届けられるように頑張っていきたいと思います。2015年もよろしくお願いします。